お疲れ様です。今日はですね、こちら新カードステルスブッシュやっていきます。さあ、先ほどねちょっと新カードが、登場したというわけで早速ね紹介していくんですけど、今回の新カードはニコスのレアカードですね。はい、かつ、第1段階第2段階みたいな感じがありまして、はい、第1段階は透明です。なんかゴーストの透明状態みたいなよりも透明なんですけど、施設に到達するか、呪文で、ダメージを受けなきゃこんな感じでね姿を現さないよっていう感じで、第一段階のこの透明状態は、HP もうスケルトンとかコウモリと一緒なんでマジ激ローでさえ、ザップやウッドで倒せます。倒せるんですけど、その後絶対にゴブリンが出てきます。でそのゴブリンはなんか通常のゴブリンよりもなんか HP も火力もちょっと高いでさえ、なので地味に優秀なゴブリンが2体出てきますよっていうので、どうなんだどうなんだって感じはあるんですけど、ちょっとね触らなきゃ分かんないと思います。でこっから、はい、多分誰でもゲットできるかなと思いますんで、ちょっと皆さんねゲットしてみてください。さあ、というわけでやってみますか。で個人的にまだ全然触ってないんですけど、なんか事前情報的な部分で言うと結構強いんじゃないかなと思います。出しちゃいますね。はい、足が遅いっていうのがね、やっぱクラロはね強いカードの特徴で溜まっちゃうんですよね、だんだん。あ、でもウッドとかでこれ剥げます、剥げるんですけど、これ絶対出てきます。はい、なんだろうな、ウォール進化ウォールブレイカー的なそのね第二姿は、あ、これやべあ、これうざちょ待って、マジでうざいよユニットでは当たんないんでね。はい、こんな感じで、壊れるタワーの目の前にユニット出せば簡単に守れるかもしんねえな、今みたいな。慣れなきゃね、あれユニット当たんないんだよ。ウッドとかで剥げてこの後は簡単に処理されちゃうよっていう。ああ、弱いかいや、でもなんかどうだろうな、施設を壊すのに優秀なのと、呪文を使わせるっていう部分だとか、なんか個人的にはねディガーやドリルと相性がいいのかなと思ってますね。そのね生まれてくる瞬間にディガー飛ばせばなんか刺さりそうみたいな気もあるんですけど、どうなんや怪しいか。あ、早っ。相手は枯渇ね、なんかウッド枯渇的な感じでさ、こういう枯渇デッキにも入ってくるのかな。ニコスっていうのがちょっと期待値高いですよね。クラロはニコスで弱いカードってあんまないんでね。よいしょ、出していや後ろ姿というかさ、この感じどう考えてもシェイミーなんだよな。もう見た目はほぼシェイミーではある。でもこういうのあったら弱えもんないや、マジ足遅そう。なんか何してんだってなるな。施設に弱いんで結局鉄装とかを先置きしとけばこれで終わるもんな。でもこういうのに、いや待って、足遅すぎてなんか、でもこれ痛いんですよね、ダメージケアしないと。なんか今までにない感じでやりにくいな。やりづらいな、むずいな。ステルスブッシュだっけ、慣れが必要だな。慣れてしまえば超弱いか超強いか。この爆破とかも当たるんですね。ああ、それは美味しいな。だからメガナイトで踏むとかでも解決しそうではあるか。やべ、ちょっと負けそうな。いや、押せんだよ、なんか歩くのがさ、だいぶマジだいぶ遅えなこれ遅すぎないか。いや、歴代トップレベルで遅いけどな。ボーラーよりも遅いよな。
え、マジ遅すぎて。トロい。マジトロすぎんだけどこいつ。逆に対応しづらいな。遅すぎて。いやもうなんかドリルで頑張ってんだよな。いやむずいな。なんか遅すぎるがゆえに対応が。しかもテスラもさ、これ置いてても出てこないから、そういう部分ではさ、墓石とかにしないとさ、ちょっと良くねえのかな。出てこないですもんねこれ。他のユニットに反応すれば出てはくるっすけど、出てこないから、まあ単純なメタで言うとマジ墓石。まあウッドでもいい、別にザップでもいい、レイジでもいいか。本体は登場するんだよねそれで。まあでもその後対応しなきゃいけないんで、まあ敵陣で溶かすなら別にレイジザップとか適当に打ってけばいいか。いやーなんか大変になりそうだなまた。遅すぎて溜まっちまうんだよな。まあ、なんか後半弱そうか。なんか呪文で勝手に解ける気もするが、逆にめっちゃ溜まってなんかねむずそうな気もする。どっちもある。なんか取り間出せんのはいいとこだろうねこれ。はい、取り間出せる、取り間出してから考える。いや絶対ディガーとの組み合わせ強いと思うんだよな。いやこれもさ思ってる遅いねん。でこれで、いやそう火力ね高い。火力めっちゃ高いんすよね。いい話ではあるんだよな。高火力。正直これドリルもいらない、いらないこともないけど、ステルスブッシュオールブレーカーディガっぽいとかが個人的にはね増えても強そうな。あー進化ゴブジャイが弱。ギャングっしょどうせ。あーこれ柳雨。あー簡単に処されちゃうな。悩ましい。弱えか。いやまあ何のデッキと合うんだ。枯渇、ディガポイ、ドリル、その辺だと思うんだよな。なんかジャイとかロイには正直いらないと思うんで、まあ陸受け枯渇とかには意外と強かったりしそうな気もするが、これ生きるもんねずっと。いやーなんかね。自己要素はあるけど最初だけか。守ってほしい時に守ってもくれなそうだしな。まあポイズンは打ちたいが、いやー一生後ろから花出してるだけみたいな。でも地味に火力高いんですよね。そう、それがでかい。火力 HP も高い。褒めるとこそんだけ。褒めれるとこそんだけしかない。よし行くぞー、行けシェイミー。いや普通にダイナマイトゴブリンとドリルで勝ちましたけど、なんか久々に微妙なカード来たかな。なんかいや俺ちょっと強い寄りなんだけどな。俺も真剣に考えて強いと思ったカード弱いし、ガチで使えねえカードを使えねえと思ったやつ強いんだよな。いやでも今回は強いとは思ってるんですけど、
超強い可能性もねあると思ってます。いや、ニコスってよくないっすよ。ニコス俺もうそこに評価してますもん。これがゴブリンの中から、まあ、4体ぐらい出てこようが3コスとかだったら弱いんですよ。2コスなんすよ本当に。低コストでトリマ出せるってまあ進化とかしたらなおさらね、その進化ボンバー的なね、まあ、ウォールブレーカーレイジとか2コスで良いカードはね正直あんまねえんだ。いや弱え。いや歩くのなんか出た後のやつも弱えんだ、押せんだ。足遅い。いや出たやつのさ足が速くなればめっちゃいいんだけどな。強すぎるか。そしたらステルスブッシュね。まあ名付けてブス。こいつは今日からブスと呼んであげようか。ステルスブス。さあ枯渇系、まあでもシンプル枯渇系に入れるのがいいのかな。いやディガポイめっちゃいいと思うんだよな。どう考えても強い。やだなそれ。かわいいな。おお。まあ、バルキリア解けますよと。何こいつ際どい性能してやがんな。普通に負けそうなんだけど。いやこいつで流れを変えよう。まあ、盤面に溜まるのはいいことですからね。どうこれ。施設に弱すぎるのかな。結局テスラ大砲に勝てない。いやでも絶対出てくる2体はありがたい。ここのねこの2体を延命するさ左のディガーが欲しいんだよね。地味に火力高いし。いやマジディガーゲーだと思いましたこれは。ちょっとあなたディガーでやるわ。いや普通に負けそうだわ。一旦勝つかこれ。一旦勝たなきゃ話にならない。あいつはマジで一生潜っとけ。散歩しとけや勝手に。マジやばい。お前何やってんだよおい。そこで何やってんだよもう。いや守りもやんねえもんなこいつ。いやマジでやばい。嘘みたいな新カードが。ふざけてんのかこいつ。いやでもギャンゴ使わした。でかいぞおい。頑張ってんな。一生左に垂れ流して、垂れ流しシェイミーして。大きいんだよなさっきから。いつかこいつがね、これ見て。めっちゃ溜まるぞ。溜まるだけ。いつかこいつが俺を勝利に導いてくれると信じて。いやでもこうなったらちょっと強くない。そんなことない。ねえ。
どうなん？いや、まあもうな、相手してなんか地味な無視するとマジ結構火力入るんですよ。普通に1000ぐらい入りそうなんだよな。いやだから無視できなくての結構強いパターンねえかな、ねえのかな。いらねえか。次はディガポイでやってみるか。ディガーとの組み合わせはねだいぶ良さそうな気はしてるんですけど、けどって感じか。まあ、一旦花出すか。花出して、おーおー、これはまた分からんな。いや無視されるんでね。まあでもザップとかここに使ってくれたらまあちょっと美味しかったりもしなかったりみたいな。難しいな。姿表してくれたらすげえ嬉しいんだけど。え、なんか突っかかってる。何やってんだ。いやかわいそう。なんかおもちゃが出たぞ。いやこれさちょっと良くない。足遅いんで早めに出してあげよう。でこのディガーとの組み合わせ、早く早く生まれろ。で火力は高い。そうそうそう、これ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 、俺の狙ってたやつ。え、おやおや。100倍ドリルよりディガーかもしかして。ディガーだとだいぶいい説出てきたなこれ。で一回垂れ流しとくか。チャンピオンサイクルで大量に垂れ流せます。いやこれだとスワーキー、まああんま意味ねえもん。いやまあ暇すぎるな。じゃこの辺にディガーでもやっとくか。キング狙っちゃってね。いやかわいそう。どうなんだろうな、ステルス物資をこうわざとスパーキーの打つ範囲に入れて陸受けにするみたいな。たまたま範囲で行かれるのかわいそうすぎんだな。後半が使い物になんねえか。1倍ダメちょっと強そうだな。すごい嘘やん。え、エリクス飛んでくれんの。困る困る困る、逆に困る。いらない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 。俺だってステルスプッシュがさ、俺何台出たところで。え待って、右870なんだけど。足遅っ。何でこんな足遅いの。マジ足遅っ。じゃあこれ見て、ステルスプッシュパーティー来た。見守るわこれ。いけ、お前らならいける。いいっす。いやまあ、いやーむずいな。後半たまんの強いように見えるけど、施設持ちだった時に施設ボムタワー、あーボムタワーとかに弱っ。ボムだな。まあ、今テスラ流行ってんでね、他の施設が増えるのはまあいいことかもしれないが、マイチ。まあ、トリマ出せんのいいな。マジでトリマ。オグや。え？ドリル。え、これやばい。施設でさ、お願い、目覚めちゃう。目覚めちゃった。トルネードリルか。いやだな、ゴブリンいたしな。いや、ボム。お願い、ゴブリンだってくれ。いやー、いい削りや。最低はロケコドリルね。いや、ステルスブッシュ。同サイドになった時に、ちょっと弱いんだよな。この辺から出したとてさ、なんかウッドとかで適当に縛かれてからみたいな。
やば、チンポコ攻めがいかつすぎん。ちょっとうざいとかない、足をせえかんな、対応もしやすいのかな。いやでも見て、いや見て、この火力、もう一発、火力ちょっと高いんだよな、本当にそこだけ称えられる。いやオッケー、ボムを使わす、え、もう行っちゃったり、路橋のタゲをディガーで取りたかったり、マジでめっちゃいいやマジめっちゃいいんだけど、進化ドリルやば、シェイミー、いやマジ火力高いのだけはね褒められるんですよね。一回後ろから出して落ち着くこともできますよと。いやー結構可能性感じてはいる。可能性は感じそうではある全然なくはなくない、なくはないってないのかな、なくはないんだよ。いやボムさえてこれ、この透明どうすんのって話やん。相手どうなんだ、やばー、270が遠い、近いようで。よし来たー、あぶねー。いやーまあでもなんか何もないディガポエだとここまで削れてもないような気もねーすんだよね。ステルスブッシュのおかげで削れてはいたんだね一応ね。まあまあまあ、なんかほどほどに使われるキャラなのかなって感じだな。超強くはねえな使ってる感じ。まあでもオワコンカード、オワコンカードなのかこいつはいやーこれマジでおもろいでな。あーこれでたまたま行かれるの痛えな。やばい、そのエリゴネのルート、まず早めにカウンターでステルスブッシュ出して、でこいつが起き上がるぐらいでちょっと早いな、起き上がるのこれね、リガとか出して、まあ姿現してぐらいからウッド出せばいいんだね相手しても。いやマジで火力だけはお化けよ、え高すぎ。いやマジ火力だけは褒められるんだよな、2コスと火力、あとまあ足遅い、意外とだから褒められるポイントはねあるんですよ。出してくだけで地味うざいしな、これ足遅いし、でボーラーとかで対応してこようとしたところを竹取っちゃったりしたらさね、えマジでさ、ええ、いやマジで火力だけ異常なんだよな、強ない強くないっすかこれ、え、これだけ評価高いの。いや結構ディガートなら輝ける。俺はお前と頂点を目指す。やばい、ダメージ受けた、かわいそうすぎる。お前とならいける気がするよ、つってディガートだけ
頑張れんじゃねこいつ。これでさ、だって高回転でさ竹取ってさ、いや足が遅すぎて今のさ、で毎回生まれてきたらさちょっと強そうじゃん。テスラがマジでズレッズレなんだよ。え、ディガポイブッシュだっけ、ちょっと流行りそうじゃね。足遅せえな。やられたらちょっとだるいけどな。まあ施設内デッキとかを使ってる人視点はいやちょっと厄介な気すんだけどな。まあ超流行るわけではなさそうっちゃなさそう。すげえなこいつ、ちゃっちゃ出してあげてえな。ステルスブッシュ、さあディガーホグね。いやステルスブッシュが生まれる瞬間のディガープラスのさポイズンとかやっていけば最強じゃね。え、その位置のディガーやるやん。いやまずねこのステルスブッシュの防衛のボムね。まあでも2コスにさ正直4コスを使わせられてるってなったらさそんな悪くなくない。しかも一発殴れんだよね、いいことに。いやこっからっすよマジ。ポイズンあったな。まあ先に行ってもいいか。ワンチャンさ、いやこれディガーの倒すタイミングちょっと早いんだろう。これでさ竹取って延命できてとか、あーなんかなあ足が遅い、足が遅すぎてやだ、慣れない。マジで遅いんだよな。いやでもこれすり抜けんのか。おお、ちょっと強いね。で火力も高いですよと。やるじゃん。ステルスブッシュテスラ、おもろい。いけブッシュパーティー。さあ花が咲きます。いや引っかかってんな、なんかすげえつかかんなさっきから。という新カードです。いやまあ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 なんだよな。それ以外に何も言えねえんだ。まあ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 なカードですわ。火力は高いんでね、まあいやいや事故る可能性もあるしなっていう。拾えないのか。これだってなんか、まあ、ナイトの後ろとかにさ、まあ、オールブレーカーとかつけてウッド使わせながらの逆サイ、これディガーでねみたいなんできたら強そうだけど、いや全然刺さんなそうだな今回の相手に。ボムのだけ取ってもよかったけど近畿怖かったな。マジやっちゃね。え、ブッシュ来た。おはよう。え、あそっかテスラ寝てるからか。やべえこれ、あむず、
まあ生まれてからウッドすればいいんで。慣れが必要か。こんにちは。慣れがね必要すぎて、今までのカードよりも遅すぎてむずい。なんでこんな遅いんだっていうぐらい遅い。でげー、その竹取れてんの。ブッシュ使ったね。ブッシュウッド。いや軽っ、マジで軽いな。ちょっとうざそうじゃね。いけ。おー、まあ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 って感じ。なんで拾えねえんだ。まあさすがに来ないよねと思いながら一応ケアして、来ちゃったわ。無理だな。これ一応ここにマジアチャ出せちゃうんでね。いや超高回転ブッシュパーティーない？うん。ここに置きゃいいんや。追い抜かれるこれでも。やべ。いやめっちゃいけやね。ワンチャン？これ生き残らん？いやちょっと強い。いや火力だけは優秀なんだね。一発？惜しいな。まあ負け筋はマジアチャか。あっち使ったわ。まあブッシュ出してコストを使わして、おいナイス。いやリガーとの組み合わせだけはマジで夢見れそうな気がします。あとむずいな、わかんねえな。結構なんか余った枠とかに適当にぶち込んでも使えそうな気がするんですけど、まあなんかステルスブッシュじゃなくていいかってことになる気もするんでね。結構デッキは選びそうな気がするかな。というわけで新カードね、ステルスブッシュ、まあちょっと皆さんのね意見もお待ちしております。まあ個人的にはまあ銃のゲーそんな流行んなさそうだなっていう、はい、気がしました。はい、ではお疲れ様でした。またね。